バイオハザードリベレーションズ、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、レイチェルを倒してリフトの鍵を取ったところからですね。いやー、ちょっと強いのやめろ。こっからだね。死んでない？もしかしてレイチェル。ちょっと困るんですけど、パートナーがまだ来てないわって。割とそうやって無視していくこと多かっただろ。 FBC もベルトロに騙されてここに。わからん。だが使えるもんは使うが吉さ。どうせ俺たちにとっても動力回復なんもないか。選定に向かおう。よし、多分また来るんだろうな。やだな。ここに鍵さして、で引くと、こんなわかりやすいレバーって世の中にあんのかな。でかくする意味、硬いのか。何か聞こえる。いざ地獄の底へ。あのカチャってやんのかっこいいな。ここまでやればよかった、前回エピソード4エンド。この BP いつ使うんだろう。クリア後の得点かな、大体そうだよな。よし、次。これまでのバイオハザードリベレーションズ。ここに積まれているウイルス兵器 TRs は世界の海5分の1を汚染する。クソテロリストめ。あんなすぐに姿変わるのすごいよね。奴らの望みはテラグリジアパニックの真実。その裁きさ、レイモンド。君が見つけた身元不明の女の子か。バルコイネモッキ空港にチームを送ってくれ。この船の手がかりがあるかもしれない。ケイスとクエントを現場に向かわせる。雪山に。雪山の方が迷惑だぜ。ベルトロの背後関係まで徹底的に洗ってくれ。あいつ仕事できるタイプなのかな。なんでちょっと明るいんだよ、曲が。こちらジャッカス、バルゴイネモッキ空港に到着。こちらフォークボール、ご苦労。現場の状況を確認後、早速捜査に移ってくれ。やり方は俺たちで決めていいな、オブライエン。任せる。君らは自由にさせるほかないからな。遅かったな、キースクエント。バックレールよりマシだろ。で、ベルトロは。わからん。現在まで手がかりなし、情報なし、皆無だ。じゃあどうする。この先に地下室がある。現在突入作戦を検討中だ。さて、この新展開、我々の出番だと思いますけど。待て、まだ突入許可は出ていない。いいから任せとけって。だいたいあいつはこそこそ探すとか他人の後をつけるとか、どこの誰よりも得意でね。聞こえてるぞ、グラインダー。この間もジェシカをつけたって。もうどこに住んでるかも知ってるわけ。最悪すぎるな。あとちょっとまで行ったんですが、住んでのところで見失い。ティ、ストーカー扱いはやめなさい。自白した。いいから行くぞ。いいよいいよ、もっと大人数連れて行こうよ。なんか出そうな雰囲気だな。なんでこいつらさ、
アサルトライフル持ってんのにさ、他の連中ハンドガンとかでさ、生かされんの？アジトを捜索する。何？ごめんね、見てなかったよ。この音立てるなんて言ったらお前だよな。かのホメロスですら、時に居眠りなさりますから。先を急ごう。声誰だろう、なんか聞いたことあんな。まあ、声優さん、大体聞いたことあるか。あ、ドライバーないの？お前は持ってないのか。拾わねえとダメか。あれ？ない？持ってこいよ。おいおい、落としたのか。どこだよ。さっきのどこか。車だ、確かにあったんですが。そういや、お前、さっき豪快にずっこけてたな。見てなかったな。どこだ？あ、ハンドガン溜まる。ラッキー。この辺？これか、ドライバー。あったぞ。やっぱ転んだ時落としたな。すいません。謝れるのはいいとこだよ。そこは大事にしてくれ。よし、みんなできるんだねこれね。どこで習うんだろうな。これでこうか。OK。で、開ける。セキュリティシステムか。こいつで封鎖区域を解放できそうだな。解放するとなんか化け物が飛び出すとかない？大丈夫？お、監視映像が録画されてる。管制システムからの映像ですね。輸送機みたいだな。こいつらがベルトロか。あ、本当。BOW が暴走した？管理がなっていませんね。それが落ちたのか、あれ。あれじゃ墜落するな。あれがクリスたちの報告にあった墜落機だった可能性が高いですね。なるほどな。室内の監視カメラか。この施設内のようですね。お、いや、なんだ。透明？ポルターガイスト。おい、クエント。映像を切り替えます。追ってみましょう。お、生き残り。し、黙って。おいおい、何が起こんだよ。だから黙っててって。おお、見えないですか、何かが。目に見えない何かがいます。お、えぐ。ね、何か落ちましたよね。これはお子様には見せられませんね。なんかな、お前らが喋るとすごい空気が弛緩するんだよな。被害者の落とし物、あれ何だったんでしょう。落とし物か。見えねえやつと戦うのちょっとしんどいよ。あ、ここだ。この部屋。さっきんとこだね。なるほど。監視映像に映ってたのはここか。お、ショットガンの弾。マシンガンの弾。マシンガンの弾っつって共通なのどうなんだろう。競技文のような内容が刻まれている。運命とは皮肉ではない。運命とはあらかじめ決定づけられた崇高なる意志である。汚れた己を呪わぬ者は猟犬の牙に食い殺される運命にある。犠牲者に同情する余地はない。犠牲者が作り上げたこの世の汚れこそ、我らの牙を錆びつかせてきた。息を殺し、牙を研ぎ澄ませよ。息を殺し、爪を食い込ませよ。すべての同志は同じ大義のもと、身を伏せ、時を待っている。猟犬こそが、純潔な存在であり、猟犬こそがこの世の不浄を払う。我らは一人ではない。我らは群れをなす猟犬、ベルトロなり。みんなでベルトロみたいな。そんな感じなのかな？この辺ちょっと、
れるようにだけしといて。何これ手形？あーなんかこれ集めろって言われてたな。忘れてたな。とりあえずこれマシンガンの弾と下にあるやつは多分後にしといた方がいいね。セキュリティートークン。こいつはセキュリティートークン。航空機搭載コンピューターから中枢ネットワークに侵入できるはず。ドングルのウェブキーさえ抽出すればね。よくわからんが、まあうまいことやってくれ。普段の墜落機から情報が拾えそうってことです。それを先に言えよ。ここの操作は。そういうの専門なんだお前。墜落現場へ向かいましょう。あの化け物の方は化け物の方はえらい早かったけど、ここいいな。なんか本当に海外のドラマみたいですごい楽しいな。いるよね、一人はああいう感じのやつ。あ、こっちに戻るんだ。あいつらの方が良かったな。こいつら暗いんだもん。何か聞こえるわ。何？俺今ハンドガン持ってないはずなんだけどな。ああ、通路から聞こえる。沈み始めてんじゃないの？大丈夫？警備であれば大丈夫って言ってたけど、警備じゃないかもしんないからね。今弾がないんですけど。ギブミー弾薬。あー、カードリーダーが、ではカードキーがいると。まだないんだよな。いつ手に入るんだろうな。結構最初の方からずっとね、カードだけは。ん？ああ、これね。もう多分今更みたいな感じなんだけどな。弾があんまりないから欲しいんですけど、お前よくそんなとこ飛ぶな。一体どこから？ベルトロメ。こ、来そうだな、ここ。俺たちを沈める気か。開かないよ普通これ。こんだけ水あったらめっちゃ重いでしょ。であんなとこにさ、ウイルス入ってたらどうすんの。飲んじゃって感染でしょもう。警告、選定区画で浸水発生。はいはい。動力停止中のため。あー、ダメなんだ。できません。動力室で再起動してください。不便だね。このままだとまずい。動力室を探すと散る。早く動力室を探さないと。はいはい。あ、そうだ、ごめんね。強化パーツとかってないわな。連射倍率を上げるかファイアレートを上げるかなんだ。あ、そうか、ファイヤー、あ、そう、そういうことか。罰は決定じゃない。罰は決定じゃないんだ。違う違う違う。こうすればいいのか。よし、行こう。ショットガンでもそんなに連射しないんだよな。ショットガンの弾とハーブ。透明なやつ出てくんのかな。空だって浸水してるっつんだから。なんかいたね。ヌタウナギみたいなやつがいたぞ。うえっ、なんか痛い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 。ん、どこどこ。お前も、お前も撃ってくんない。いいか、何発か撃っちゃったけど。やばいぜ。とりあえず上に上がる前にハーブとかその辺をもらっといて。
弾ないんだけど、弾欲しい。うぅ、いる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 。うわい、これ何がやばいってさ、ちょっと待て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 、水の中に引き込まれてんのがもうどうしようもないよな。やばい、ちょよし、痛い、おら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 、はい、よし、アイテム？あ、今までもあったのかな？あったんだろうな。よし、とりあえずこれもらっとこう。で、どっから来た？こっから来たのね。マップをちゃんと見ていかないと。よし、あのブワーって出てるとこダメなんだろうけど、なんか行けんことなさそうじゃない？潜ればいいんじゃないの？潜ってきなさいよ、もうそんなとこ。なんかこうかゆいとこに手が届かない行動しかできないよね、ゲームの主人公って。なんでそんなことできるんだよと、なんでそんなこともできないんだよがこう絶妙にさ。ここは特になんもないか？ある。おい、なんでこんなとこに。やっぱそういうのちゃんと探索していかないとダメだな。これで切れる？動かないわ、動かないわ。こうやると、ああ、圧が下がるのか。一回下まで行かないといけないのか、これめんどくせえな。蒸気パイプ故障に関する報告書。整備担当各位、選定通路内の一部の場所で、パイプ接合部の蓋が外れたことを原因に蒸気漏れが発生中です。蒸気付近は強い熱を発しているので、次の方法で蒸気を調整し通行してください。動力室には2本のレバーが設置されています。レバーを操作して各アルファベットにメーターの針を合わせると、該当箇所の蒸気漏れを止められます。アルファベットの対応箇所は、以下、機械整備室、動力室、上階。動力室下界。なお、一箇所蒸気を止めると、それ以外の箇所の蒸気は再度漏れた状態になります。通行を行う際はその点も留意して整備を進めてください。直しなさいよ。こいつが再起動システムのようなんだが、どうも動かない。俺さっき調べたよ。もう少しこいつを調べ。お前さ、来いよ一緒に。にも操作パネルが見える。悪いが見てきてくれないか。本当に思ってるか、悪いか。はい、ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。